皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、毎週恒例のダイエット記録デーなんですけれども、今回は前半で私がダイエット中にこれいいなって思って買ってる冷凍食品を紹介しつつ、後半で今週1週間のご飯とサイズ測定をしていきたいと思います。ここにね、鍋とかが映っちゃってるんですけど、見なかったことにしてください。ダイエット中って食べる量ってまあ少なからず減ると思うんですよね。まあがっつりは食べられなくなると思うんですけど、なおかつ一人暮らしだと野菜とかって丸々買っても結構消費するのが大変だったりとか、毎日同じ食事になっちゃったりとかっていう感じになると思うんですよ。なので今回は冷凍食品だったりとか、こんな感じで食材選んでるよっていうのを紹介していきたいと思います。まずは私がこれはもう画期的って思ったものがこちらです。さつまいもスティックでございます。これは本当になんか味とかもなんか大学芋みたいについてるわけじゃなくて、本当さつまいもだけのやつで、中のさつまいもがこういうスティックタイプになっておりまして、これも食べてる写真が後半に上がってると思うんですけど、もうチンで食べれるのこれ。さつまいも、まあ、今季節で安いし、普通に買ってきて輪切りにして茹でて食べたりするんだけど、やっぱこんな手軽なものがあるならこれに頼ろっていうことでこれを買っております。あとはこれも一応コープのやつなんだけど、ブロッコリーですね。これ開けてないんだけど、まだ袋がもう一袋途中のやつがありまして、ブロッコリーってさ、こう売ってる状態もあるんだけど、冷凍ブロッコリーの方がね安いのではっていう時もあるんよ。スープに入れて食べることもできるし、普通に炒めて塩コショウして食べたらなんかステーキっぽい味すんのよ。あとね、なんかステーキソースかけて食べちゃうとかね、でだと満足感も得られたりするので、これはダイエットする前から結構買ってたんですけど、ダイエットするようになってからも買う食品ランキングでは上位にいます。あと俺ブロッコリー安い時はブロッコリー買って茹でてこういう感じに一口サイズくらいに切って冷凍しちゃいます。次はこれです。かぼちゃとコーンなんですけど、この2つ、まあ、さつまいももそうなんだけど甘いので、私が今週アイスをやめられた理由がもう主にこのコーンとかぼちゃのおかげです。あと今ないんだけど枝豆の冷凍のやつも一緒に買って、マクドでさメニューにもある枝豆コーンみたいな感じにして食べてましたね。結構コーンね、冷凍のままねこう一粒一粒こうポリポリ食べても美味しいのよ。なんかアイスじゃないんだけどひんやりしてて美味しいので、アイス代わりに全然なるなって思った。これはお味噌汁に入れてかぼちゃを味噌汁をよくやるんですけど、かぼちゃをね味噌汁にね2個くらいポロって入れて、かぼちゃをこう砕いてかぼちゃスープっぽくするだけで満足感が全然違うので、かぼちゃを最近はちょっとずつ食べてます。あとね、普通に買ってきて冷凍したものが、まずこれがしめじですね。しめじは本当に安くて、冷凍で買うよりも安かったので買ってきてバラバラにして冷凍にしちゃいました。もうこれは炒める時にも使えるし、お味噌汁とかに入れてもすぐ食べられるので、きのこね腸活的にもいいのでこれも冷凍にしてるのと、あとはこれお肉ですね。お肉をお味噌汁に入れたりだとか炒め物にしたりとかするんですけど、だいたい 3,4 切れを分けてこういう感じで一食分として冷凍して入れてあります。お肉もやっぱいっぱい買った方が単価的には安くなるので、いっぱい買っておいてこういう感じで一食分ずつ冷凍をかけちゃったりするとお得に食べられるかなって感じです。逆に冷凍で買わない野菜はトマト、玉ねぎ、きゅうり、人参、ネギですね。まあどれも私の中で消費率が高い野菜なんですけど、毎日食べれるなっていうもの、まあサラダでも食べれるしスープに入れても食べられるなっていうようなものは冷凍ではなく普通に買うようにしてます。でネギはね冷凍で買ってたんだけど、前までちょっとなんか冷凍のネギの味があんま好きじゃなくて普通にネギ買うようにして、でも案外ネギって何にでも使えるからすぐなくなるんですよ。トマトはまあ毎日食べるでしょ。で玉ねぎも切り方によって本当にいろんな料理に入れられるので、結構多めに買っても毎日使うからそんなにね腐らせることがないですね。人参も結構日持ちするので、人参はそこまで食べないんだけど、そろそろやばいなと思ったら人参ドレッシングとかにしちゃって置いとくって感じかな。あときゅうりもね本当毎日ポリポリ食べられるのでおやつ感覚でっていうので、消費率が高いもの
はこんな感じで普通に生野菜買ってるって感じです。どんな料理を作ってるかっていうのは、まあ、前回の1週間のメニューを見ていただいたりとか、後半で紹介する今週のメニュー見ていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、後半戦どうぞ。はい、というわけで今週のご飯なんですけれども、月曜日1週間前のご飯がこちらです。これがね、大根サラダと、あとね、ゆで卵ゆでてたんだけど、なんか私のゆで方が悪くて白身がボロボロになってしまって、あの黄身ですね。でこの大根サラダはあの青じそドレッシングで食べました。これ最近ハマってるかぼちゃ味噌汁、お味噌汁にかぼちゃ、冷凍かぼちゃを何個か、まあ、2個ぐらい入れるとほんとかぼちゃ味噌汁になるよ。なんかかぼちゃが溶けて美味しくなるというか、私好みになるので入れてて、で具材は白菜としめじと枝豆と、あとえのきも入ってたかな、あとネギ、まあ具沢山のスープでお腹をいっぱいにした感じです。というか夜にシャインマスカットをね食べました、3粒くらい。でシャインマスカットと一緒にね、このアーモンド効果っていうのを飲んでみたんですけど、なんかこれさ、よくインスタとかにダイエットしてる人が載せてて、なんかいいのかなと思って買ってみたんだけど、味がちょっと苦手で、私は半分もの、半分くらいかな飲んでお兄ちゃんにあげました。で火曜日はまずシャインマスカットを食べまして、これは 5粒くらいかな。でシャインマスカット食べながらご飯の用意をしてました。映ってるのはこのナスの下にね、赤魚のなんか煮付けみたいなやつがあるんだけど、これ作ったのはいいんだけど、私味が苦手で一口食べて、あとお兄ちゃんにあげたやつなので、ご飯に鮭フレークかけて食べました。で水曜日が、あの前で紹介してると思うんだけど、さつまいもスティック、これはもうお皿にバラーって並べてラップしてチンするだけで食べれるんだけど、さつまいもと、これはねスープ、あのもう賞味期限が切れそうなソーセージがあって食べなきゃと思って、ソーセージとプチトマト、しめじ、玉ねぎ、ブロッコリー、あとコーンも入ってるのスープを作って飲みました。で夜ご飯も残りのスープを飲んだんだけど、汁飲みすぎてもなと思ったので具材だけ食べて汁は残した。この日はお昼くらいから外に出てたので、まず外出る前に豆乳ココアを飲みました。これ大好きなんだよね。夕方にこれアイスコーヒーだから何も入ってないやつなんだけど飲んで、夜ご飯は買ってきて焼き鳥を食べました、ね、これ乗ってるのと、あとタレの串もね何本か買ってたんですけど、お兄ちゃんと半分にして食べたし、ちょっとヘルシーめな具材、軟骨とか砂肝とかを中心に私は食べた感じですね。金曜日は残ってたシャインマスカット、これも3粒ぐらいかな食べて、サグチキンカレーが、これもね早く食べなきゃっていう賞味期限だったので作って、でこのパンも早く食べなきゃいけないやつだったから焼いてつけて食べたって感じですね。コーンと枝豆のこれチンしたやつを食べて金曜日は終わりでした。土日の写真がね、前の週に撮ってた写真ってあのお気に入りしてたの、お気に入りハートをしてて、今週のと入れ替えようと思って全部消したんだけど、土日のだけなぜかお気に入りしてたっぽくて土日の消えちゃったんですよね。金曜日私あのかかりつけ医の婦人科に行ったんですけど、婦人科でダイエットしてることバレて、っていうのもちょっとなんか不正出血がねあったのね。で急激になんか食べなくなったでしょみたいな当てられて、やっぱお医者さんってすごいなって思ったんだけど、まあそうです、ダイエットを始めましてみたいな言って、食事量を減らすやつは体にも良くないしリバウンドするからやめなみたいな感じ言われたんですよね。ごもっともって思って、土曜日は、うどん食べたかな、ザルうどんをウーバーして食べて、あとねトマトとか、あとサラダを食べた。日曜日、昨日はお米とお味噌汁と卵とサラダを食べた感じかな。まあ土日まあまあ食べ過ぎてはいたんだけど、さっき体重測ったところ 53.4kg ということで、開始時からは1キロくらいは減った感じになっております。今週は食べる量減らしたんだけど、便秘気味だったりしたから水をたっぷり飲むようには心がけてたかなって思います。炭酸水かお水かを結構頻繁に飲むようにしてて、でもそれでも今ちょっと便秘気味っちゃ便秘気味なんだよなっていう感じですね。というわけでこちら、ででん、サイズ測定いきますか。ダイエットノートを作っておりまして、これをサイズが書いてるからこれに書く。あ、でも今週もなんだかんだで運動ができなかったのでちょっと反省しているんですけど、やっぱひなチャンネルさんの
筋トレをちょっと取り入れようかなと思います。あとね、そのお医者さんに8月ほぼほぼ家にいましたみたいな感じで言ったら、さすがに日の光を浴びることと軽い運動は大切なのでしましょうって言われたので、ちょっとお散歩とか頑張ってしたいと思います。というわけで、まずはじゃあ二の腕28センチ、変わりないですね。やっぱ筋トレとかしないとな、サイズは変わんないんだよな、きっと。94、1センチ減った。ウエスト、ドゥドゥン。73、お、減ってる。いや、へそ周りなのよ。ここがさ、今でも便秘だからな。うんちくん大渋滞してる気がする。80、まあ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 、いいんじゃない？プニット感っていうか、肉感がさ、結構さ、まあまあなんか、まだやっぱ運動してないからさ、触った感じがさ、わかる？こう、ムニムニなので、それをちょっと変えたいですね。自分で触ってて感じたのは、ちょっと背中の肉が減った気がする。骨感が出たというか、背中のこう肉をこう、つまむじゃん。前結構ムニってつまめたんだけど、あ、結構なくなったかも、みたいな感じはある。太ももふくらはぎですね、これも大事なのよ。この太ももふくらはぎ大事なのよ。太もも51、変わりなしふくらはぎ 32.5、 まあ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 、最初よりはふくらはぎまだやっぱ増えてんだけど、先週よりは減ってるわ。体重は53.4kg ということで、2週間で1キロだから、まあそんなにさ、めちゃめちゃやばいペースで落ちてるわけではないというか、なので、ただ目標は51キロ台乗せることなので、51.9 までが成功ラインでしょ。ってことは 1.5 キロ後、あ、でもいけるんじゃない、このペースだったら。で、本当にマジで今週から筋トレを始めようと思っておりまして、でも筋トレってさ、私一時期結構ハマってたんだけど、筋トレするとさ、体重減ないんだよね。でも体は変わるので、まあ、今回まあ体重減らすのも目標なんだけど、こうやっぱ引き締めたいっていうのが一番の目標ではあるので、ひなちゃんねるさんを見て筋トレを始めようかと思います。てなわけで、今週はこんな感じでした。食事量減らしすぎずに、あと2週間、とりあえずあと2週間頑張っていきたいなと思うので、よかったら応援よろしくお願いします。それでは、チョコバナナでした。